ミュージカルスリルミーに出演します。山崎大輝です。よろしくお願いします。あ、もう完全夜型ですね、はい。ちょっとしたストレッチですね、はい。何してるかな僕。スマートフォンで、ツイッターをちょっと見て行ってみたい国、台湾に初めて行きまして、で2回目の国は、2回目どこかに行くのであれば、ちょっと洋風なところがいいなとは思ってますね、はい。一番落ち着く場所、まあお風呂ですかね。やっぱお風呂ですね。しかもやっぱ自分の、はい。あれもやっぱり芸能のお仕事をさせていただいてると一番幸せですけど、芸能抜きでいくと寝てる時が何よりもやっぱり一番幸せですね。昨日の夜チャーハン、早く出ましたね。あ、もうこれは僕完全に遅めですね、まあ、時々もちろん早めの時もありますけど、もうなるべく家にいたいというか、はい、そんな感じですね。あ、舞台とか出演する時に割とギリギリに歯を磨くっていうのが僕のジンクス。今一番欲しいもの、そうですね、今舞台とかの稽古でその iPad を使って台本を見てるんですよ。でそれはいいんですけど、僕のやつ Apple Pencil が使えなくてApple Pencil の使える iPad を、はい、もうそろそろ、はい、たいぐらいに、はい、欲しいです。戻れるなら、そうですね、まあもう、まあ、戻れるのであれば一回小学校とか中学校とか、やっぱ学校に行ってる時に戻りたくて、っていうのもなんかこうふと考える時があって、あ、もう学校で授業を受けることはないんだなってなんか急に思うんですよ。なんかそうなった時にちょっと寂しくなるんで、一回戻れるのであれば一回戻りたいですね。なぜ言っちゃったよ言いましたあ、はい、そうですね、これで終わり、ありがとうございました。そうですね、ミュージカルするように、このような選択は一切出さずに、はい、彼役を演じさせていただきたいと思います。劇場でお待ちしています。よろしくお願いします。